アメリカ戦争記念門は、イギリスの海外領土であるジブラルタルのリンウォール、ロードに面して立ち、公式には、ジブラルタル海軍記念門と呼ばれる。この第一次世界大戦の記念建造物は、1933年にアメリカ戦闘記念品委員会が作り、リンウォールカーテンと呼ばれる史壁の主要部分の一つとなった。これは、大戦中、ジブラルタル周兵を、 海軍力を持って守るにあたり、アメリカとイギリスが成功利に協力し得たことを記念するものである。この記念門は1937年に落成した。その61年後にあたる1998年11月、第2次世界大戦の連合国軍による北アフリカ進行、いわゆる統治作戦を記念する、制度制の記念額の除幕式が、また新たにここで行われた。 この除幕式は、その週末に行われた、いくつかの行事のうちの一つであり、来賓には、英米の要人らも含まれた。設計者のポール・フィリップ・クレアメリカ戦争記念門は、イベリア半島南端のイギリスの海外領土である、ジブラルタルのリンウォール、ロード北端近くにある、第一次世界大戦の海軍記念建造物である。公式には、ジブラルタル海軍記念門とされるこの、 記念建造物は、リンウォールカーテンの一部として建てられ、そこから伸びるアメリカ階段は、下は、レクラメーションロード、フィッシュマーケットレイン、クイーンズウェイに、上は、海軍施設のある街に通じる。この記念門は、ペンシルベニア大学教授だったフランス出身の建築家ポール・フィリップ・クレが設計した。クレは、アメリカ戦闘記念品委員会のために、この記念門を設計し、 1933年に完成した。門の上にある悲鳴には大戦のこの周辺地域においてアメリカとイギリスの海軍が挙げた戦果と協調関係を記念すべくアメリカ合衆国がこれを建てた。と刻まれている。石造りの門の反対側には2枚の青銅製の円形装飾があり、それぞれアメリカの国章とその海軍章の紋章があしらわれている。 この門を作るのに使われた石灰岩はジブラルタルの岩から切り出された。この記念門は既存の古い建造物に比較的新しい作品をうまく組み込んだ一例と言える。この記念門は1937年10月7日にアメリカ戦闘記念品委員会によって除幕された。その朝、アメリカの巡洋艦ローリーのアーサー・フィリップ・フェアフィールド海軍少将が ジョン・パーシングに代わって、落成の式辞を述べた。その他に挨拶をした人物としては、ジブラルタル総督のチャールズ・ハリントン、ジブラルタル配族の海軍少将,将、アルフレッド・エングルフィールド、エバンス、アメリカ領事、H.O. ウィリアムズがいる。除幕には、その他の軍士官、外国の領事、米英の兵士らが臨席した。記念門が除幕される間、 ロイヤル・ノー・フォーク連隊の軍学隊がアメリカ国家とイギリス国家を演奏した。1960年10月29日、ジブラルタルギッテ曲はアメリカ戦争記念門をモチーフにした切手を発行した。統治作戦を記念する記念学1998年11月7日、ジブラルタルアメリカ評議会とジブラルタル自治政府は統治作戦を記念しアメリカ戦争記念門に 聖堂制の記念学を取り付けた。1942年11月のこの進行は、ジブラルタルに司令部を置いた、アイゼンハワー将軍が指揮したものだった。この記念学は、当時の首相ピーター・ガルアナが記念門の階段上で除幕した。その週末に行われた他の行事には、ザ・マウントと総督皇帝のザ・カンベントの2カ所で行われた、植樹式があった。また、 ガリスン図書館に一時的に曲がりする形でアイゼンハワーセンターが開所した。カルアナはザマウントで昼食会3マイケル洞窟で晩餐会を主催した。一部の来賓には記念金貨が贈られた。さらに総督技カンベントで晩餐会を主催した。外国からの来賓にはアイゼンハワー大統領の孫であるアン・アイゼンハワー、フラトル、 イギリスの首相ウィンストン・チャーチル卿の孫であるウィンストン・エス・チャーチルおよびフランクリン・ルーズベルト大統領の息子フランクリン・デラノー・ルーズベルト・ジュニアの妻がいたアメリカ陸海軍の高級将校らも式典に参列した他に米ミサイル駆逐艦のミッチャーも式典のためジブラルタルに寄港したアメリカ戦争記念門での式典にはイギリス退役軍人会のメンバーらよび 統治作戦に従事したジブラルタル防衛軍の退役軍人らも招待された。この記念額にはこう刻まれている。統治作戦第二次世界大戦での北アフリカ海放において、その命を危険にさらした英米の兵士、水兵、航空兵らを記念する。ジブラルタル要塞に置かれた司令部よりアメリカ陸軍中将、アイゼンハワー、イギリス海軍提督アンドルー・ユカニンガム教らは、 統治作戦を指揮した。これは第二次世界大戦において、米軍と英軍が共同作戦を行った主要な戦闘としては最初のものである。1942年11月8日、連合国の遠征部隊は、モロッコとアルジェリアの海岸に同時に上陸を果たした。この作戦で得られた経験、イギリスとアメリカの軍及び指揮官たちの間に育まれた絆は、終わりには、 ヨーロッパの解放へとつながったのである。ジブラルタルアメリカ評議会1998年。ありがとうございます。